フリッチョフ・カプラフリッチョフ・カプラはオーストリア出身のアメリカの物理学者、システム理論家、現代物理学と東洋思想との類似性を指摘した1975年に書いた倒し全学が世界的ベストセラーとなった。カリフォルニア大学バークレー校のベアーズ環境リーダーシッププログラムの教授、シューマッハーカレッジの客員教授、オーストリアのウィーン生まれ、 1966年、ウィーン大学で、理論物理学の博士号を取得。素粒子物理学とシステム理論の研究を、パリ大学、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、SLAC 国立加速器研究所、インペリアルカレッジロンドン、ローレンス・バークレー国立研究所で行った。バークレー滞在中、エリザベス・ラウシャーとジョージ・ワイスマンが作った基ソフィー化、グループの会員となり、 哲学と量子力学について議論した。また、カリフォルニア大学サンタクルーズ校とサンフランシスコ州立大学で教鞭を取ったエコロジーシンクタンクエルムウッド研究所の創設者所長。同研究所はエコリテラシーセンターと発展的に解消し、カプラは現在ディレクター。エコリテラシーセンターは、初等、中等教育の段階へのエコロジーシステム論的、発想、 持続可能な食事などの普及を図っている。現代物理学と東洋思想との厳然として同じ認識に向かっていることを指摘したザタオブフィジックは当時のディープエコロジー、ニューエイジムーブメント、エコフェミニズム、社会エコロジーなどの流れに乗ってベストセラーとなった。1980年代初頭ドイツへ旅した後、エコフェミストのシャーリーン・スプレットナックとグリーンポリティックスを書いた。 1990年、リブールマン、サム・ォーターストン、ジョン・ハードが主演した長編映画、マインド・はオーク・ブレント・カプラ、フリッチ・オフ・カプラ&、フロイド・バイアーズという形で参加した。この映画は、おおむね、ターニングポイントに基づいている。1991年、カプラは、ベネディクト会修道士のデイビッド・ステンドル・ラストと、 ベネディクト・カマルドリ修道士でクリアヨーガの修行の経験を持つトーマス・メータスとの協調で我ら宇宙に帰属するものを書いた。本書はトーマス・クーンの科学革命の構造を足がかりにして科学におけるニューパラダイム思考と宗教のニューパラダイム思考の類似性を探求した。科学と宗教におけるニューパラダイム思考は神羅万章に関して 驚くほど両立し得る見方を提起すると結論付けた。カプラは西洋文化は伝統的な直線思考やデカルトの機械論的世界観を捨てるべきだと主張する。あらゆるものは全体を理解するために部分を研究すればよいとするデカルト主義者の還元主義的な世界観を批判し全体論的なアプローチを進める。生命のウェブでカプラは全システムのウェブ上の構造と 全部分の相互関連性を強調し、全体の性質を理解する上で重要な不可要素として、あらゆる部分の間の関係から生まれた体系的な情報に焦点を当てた。フリッチョフ・カプラは地球検証の国際評議会のメンバー。カプラ自身は現在自らをシステム理論家と称し、主たる関心対象と研究分野はシステム論とパラダイムの転換にある。彼によると、 古い科学的パラダイムをデカルトニュートンベーコン主義的パラダイムである。新しいパラダイムは全体論的、生態学的、システム論的パラダイムと呼ぶことができるが、それで言い尽くしているわけではない。その特徴は次の5つの基盤が含まれている。1部分から全体へ、転換2構造からプロセスへ、転換3客観的科学から認識科学科学へ、転換4知識の比喩が、 建造物としてのネットワークへの転換後心理から、近似的記述への転換にエコリテラシーとは、地球上での生命を可能にする、自然システムを理解する能力のことを指す。生態系の組織原則を理解し、その原則を使って人間社会を持続可能にするようになることをエコリテラレードになるといい。それがエコリテラシーの目指すものである。エコリテラシーという用語は、米国の教育家で、 環境活動家として名高いデビット・オアルト・フリッチョフ・カプラが1990年代に造語したもので、それによって地球の繁栄という新しい価値観が教育に取り入れられた。フリティウフ・キャプラ・ホームペ・リリーブド・ジュライ14-2009フリティウフ・キャプラ・ビジティング・ティチャーズ・シュマッカー・カレッジ・ハット・カイザー・デビット・ハウ・ザ・ヒッピーズ・セーブ・ド・フィジック・サイエンス カウンターカルチャーザクアンタありがとうございます。